寝ないと明日に響くんだからね。マークちゃん、あら、どうしたの？お手伝いしてくれる方が見つかったの。そう、私は錦のマキ1年生、よろしくね。マキちゃんはいつもクールで大人っぽい感じなんだけど、すっごく優しいんだよ。別に私はそんな。ところで、何を手伝ってもらうの？ライブや練習のサポートをお願いしたいと思っています。マキちゃんは他に手伝ってもらいたいこととかある？そうね、せっかくだし私たちの課題も一緒に考えてもらいたいわね。課題？私たちの目標はどこまでも高く果てがないわ。でもいきなり難しい課題じゃ疲れちゃうじゃない？だから少しずつ上を目指していくには段階を踏んだ課題が必要なの。そうですね、何事も上達にはこまめな課題設定が効果的と聞きます。わかるような、わからないような。まあ難しく考えるものでもないわ。課題は自然と生まれるはずよ。ほら、こんな風にね、課題をクリアしていくことで新しい道が開けるわ。なるほど、これは重要だね。これから他のミューズのメンバーを探すんだけど、マキちゃんはどうするの？そうね、私も合流させてもらうわ。さっきまで花代がいたんだけど見当たらないわね。どこに行ったんでしょうか？校門の方にリンがいるはずだから、そっちに行ってみましょう。おお！ストーリーを選んでくれるかしら。アイドル部いかがですか？リンちゃん、何してるの？ほのかちゃん、何って勧誘だよ。需要が多様化しているこの時代、我がアイドル部も新たな人材を発掘する必要があるにゃ。リンにしては一理あるわね。そうだ、新たな人材、アイカツを手伝ってくれる方がいたの。なんと、星空リン1年生。リンって呼んでにゃ。一緒にスクールアイドルするのかにゃ？スクールアイドルじゃないわよ、アイカツを手伝ってもらうの。確かにそれは盲点でした。スクールアイドルになってもらうのもありかもしれませんね。海ちゃん、アイカツを手伝ってくれるならぜひ勧誘もお願いしたいにゃ。勧誘をすることでね、新しい仲間を増やすことができるの。うんうん、これも大事なことだよね。よし、みんなでやってみよう。ストーリーを選んでくれるかしら。なるほど、こうやっていろんな人を勧誘すればいいんだね。歌とダンスがすっごく上手で、毎日ほのかの宿題をやってくれるような素敵な人が現れないかな？現れません。どんな人が見つかるか、それはリンにもわからないにゃん。何か勧誘のコツでもあればな。そうだにゃ、こうやって声を張り上げて。アイドル部いかがですかってやるといい人が来るかも。アイドル部いかがですか、アイドル部いかがですか。置いていきましょうか。そうね。あら、どうしたの、かよちん。大丈夫？さっき、ほのかちゃんたちを見かけて追いかけてきたお兄さん。ごめん、かよちゃん、気づかなくて。いえ、それより、私たちのお手伝いをしてくださる方ですよね。私は小泉花代、1年生です。かよちゃんは、スクールアイドルについてとっても詳しいんですよ。何か手伝ってほしいことない？そうでした。スクールアイドルグループにおいては曲に合わせたユニットの組み立てもすごく重要で、どういう組み立てがいいか外から見ていろいろ考えてもらえたらなって思うんです。そうですね、編成は外から見た方が組み立てやすいかもしれません。いきなり大変なことをお願いして申し訳ありません。でもきっと大丈夫だよ。これで1年生は全員ですね。うん、次は3年生を探しに行こう。
暖かくて